ニュースをお伝えします。朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の敬愛する最高指導者金正恩元帥が中華人民共和国主席中央軍事委員会主席に再選された習近平主席に祝電を送ったことを受け、習近平主席から返礼が送られました。返礼は伝統的な中朝友好は双方の共通の尊い富である、金正恩元帥とともに伝統的な中朝友好を絶えず引き継がせ、中朝関係が長期的にまた安定を保って健全に発展するよう促し、両国と両国人民にさらなる幸福をもたらすために努力する用意がある。金正恩元帥の健康と全てのことが順調に進むことを祈ると述べています。主席に対して偉大な金正恩主席の普及の著作、人民大衆の役割を高めるのは自主引用の勝利の保証の全文がブルガリア金正恩金正恩主義研究会のホームページに載りました。太陽節記念モンゴル準備委員会の発足式が行われました。準備委員会は4月20日まで記念期間とし、偉大な金正恩主席の尊い業績を称える集いと討論会、映画会、写真展など多彩な政治文化の催しを行うことにしました。一方、太陽節記念準備委員会がデンマークのコペンハーゲンで発足しました。太陽節に際して偉大な金正恩主席の業績を称える討論会がチェコとインド、バングラデシュ、アンゴラ、ウガンダでそれぞれ行われました。討論会に各界名士のほか市民多数が集いました。討論会で発言した人たちが朝鮮革命と世界革命に尽くして成した金正恩主席の不滅の業績を称え、社会主義強国建設のために励んでいる朝鮮人民に固い支持と同感を表しました。敬愛する最高指導者金正恩元帥が朝鮮労働党と共和国の首位に推挙されてから6年になることを記念する中央写真展、5000年の民族史に突起すべき偉大な勝利をもたらしてが開幕しました。4日中央写真展の開幕式が平安の人民文化宮殿で行われました。朝鮮労働党中央委員会パク・クァンホ副委員長と関係者、市内の剣道者がこれに参加しました。会場に革命の聖なる山北東山に登った金正恩元帥の写真が掲げられていました。そして元帥の不滅の革命的業績を見せる写真が掲げられていました。また労働党の導きのもと逆境を順境に変え、災いを転じて福となし、一心立法の目覚ましい成果を収めている共和国の今を紹介する写真も展示されていました。共和国で社会主義強国建設と人民生活の向上に大いに寄与した知識人に国家学位学職が授けられました。4日、平壌の人民文化宮殿で行われた授与式に、チョン・グァンホ内閣副総理が出席し、知識人が参加しました。国家学位学職授与委員会の決定が読み上げられ、金泉総合大学の教員、コウ・ヨンヘさん、金泉総合大学、平壌農業大学の研究者、チョン・ジョンスさんに、アカデミー会員の称号が、金日成総合大学副総長李尚元さんにアカデミー会員候補の称号が授けられ、多くの知識人に教授の学職、博士、助教授、修士の学位が授けられました。第23回太陽節料理祭典が2日から4日まで平安冷麺専門食堂で行われました。4日の閉幕式に李寿王内閣副総理と関係者、祭典の参加者が集いました。朝鮮料理協会の各委員会から選ばれた70余りのところの人たちが参加した祭典では、アイデア料理展示会、指定料理展示会、科学技術の成果の展示会、サービス鑑定室、
調理師、ネイプレスの技術コンテスト及び模範試験、料理専門の大学生の調理技術コンテストがそれぞれ行われました。この度の祭典には各地のレストランなどで科学性、芸術性ともにうまく活かして新しく考案し完成した1100点余りの伝統料理と名料理、各種飲み物などが出品されました。閉幕式では審査結果が発表され、評価の高いレストランなどと個人に賞状とメダル、賞書が授けられ、表彰がありました。アゼルバイジャンで行われる非同盟運動外相会議に参加するリー・ヨンホ外相率いる朝鮮民主主義人民共和国政府代表団が4日空路バクーに着きました。インドネシア対外政策協会のディノパティ・ドジャラルコーディネーター率いるアジアの著名人代表団が4日キム・イルソン主席生誕の地ナンギョンデを訪れました。南朝鮮でパク・クンヘが大統領の時、労働悪法の一つである二大指針を強行するために大統領府に秘密機構を設置し運営したことが明らかになりました。パク・クンヘ政権が大統領府に秘密機構まで設置して強行した二大指針というのは、解雇条件と就業規則の変更条件を緩和して経営者が労働者を勝手にクビにするなど、労働者に一方的に不利な反労働政策です。今南朝鮮人民は大企業優先の政策の実現に躍起になって、反労働の政策で人民に不幸と苦痛を強いたパク・クンヘに無期懲役刑を言い渡すべきだと主張しています。報道によりますと、南朝鮮の全国民主労働組合総連盟チェジュ本部をはじめ、市民団体、社会団体が4月3日人民蜂起70周年を迎え、3月31日、チェジュ市長の周辺で全国民集会を開きました。集会の前に行われた記者会見で発言した人たちは、4月3日蜂起は国土の分裂を拒み、自主統一の国を建てようとの民衆の戦いであった。大虐殺を働き、朝鮮半島の平和を脅かしたアメリカに責任を問い詰めるだろうと明言しました。ニュースを終わります。チェジョンイルがお伝えしました。こちらは朝鮮の声放送です。